第175連さあどうなるでしょうか。とりあえずストック2個は確定なんですけど、ほぼ10ゲーム以内で分かりますからね。でね、当たってからね、こうやって当たってジャッジメントになってから、波紋が3連続来たり、雷が3回連続来たり、2回連続で当たる。ただ3回連続当たったら、クレマ3連の 10% の抽選もしてるってことになる。これ1回目。まあ、昨日の宣伝の 10% は合わせてるだけですけど、つまり3連続当たったら合わせてる可能性があるってこと。3連続当たれ。これで1回目終わりでしょ。昇格してるね。